こういうところにあるんやないん。段ボール。はい。ということで、今回もやっていきたいと思います。さあ、てことで、今回は、作業台を作りたいんやけど、作業台作るにはタランチュラじゃね今ね。ちょっと網も欲しいな。タランチュラなんか私飛び森でも出てきたことないんやけど。よし。なんかあれやね、入ってくるたんびにみんなすること変わるよね。なんかジュース飲み出したし、何ジュースそれ。オレンジだけじゃないんや、ジュース。お茶かな。たぬきちさんの作業台を借りて DIY しようかな。する。さーて、じゃあ、なんかいろいろ作れるもんめっちゃ増えとるやん。私は、どうしよう。しょぼい網。材料が足りない。あ、待って、作れるの、焚き火。じゃあ、焚き火作って、家の近くに、セットして、で、木を拾ってこよっか。めっちゃ作業中見られよる。焚き火ができた。よし。セットしてきます。これ一回建物の中に入ったら消えるんかな、タランチュラ。どこ行った？おらんくなった。おらんくなった。タランチュラって珍しいんじゃなかったっけ？もしかして今作ではそんなに珍しくないとかそういう。どうしよう。この辺りに焚き火セットしよっか。じゃあとりあえず。飾ると置くはなんか違うんかな？一応なんか普通に置いたけど。お、ついたついた！やったね。さあ、木拾おう。なんかめっちゃいい感じじゃない？木の枝。ないぞ。斧があったらもっと簡単に木の枝が集まるんやろうけどね。あ、でもこういう感じでやっていくんやったら、あれよね。まあ、その場所はともかく、こういう他の住民たちのテントの周りも飾り付けれるってことよね。なんか本格的に、飛び森の時ですらさ、みんな作り込みがめちゃくちゃすごかったけど、でもなんか外はもう、マイデザインでなんとかするしかなかったやん。でも実際にこう、家具まで置けるようになったってことは、だいぶね、木なくね木なくねちょ、待って、雑草を集めるしかないか。ってことは、雑草でなんかできることあるかな。てかさ、この辺の、覚える。素朴な DIY 作業台。素朴な DIY 作業台のレシピを覚えた。覚えて、なくしとこ。葉っぱの傘とか作れそうじゃない？葉っぱの傘のレシピを覚えた。オッケー。なんか通知来た。マイレージ？なんか増えたな。DIY のレシピを増やそう。たぬき開発では集めたレシピの数に応じて、マイルのプレゼントを実施しているだろも。これからもレシピをどんどん増やして、いろいろなものを DIY してね。やった。肩書きゲット、雑学の代表、たぬきマイルゲット。やったね。オッケー。ってことで、雑草結構集めたけん、それで何かしら作れるかしら。さあ、やってきました。どうも。ってことで DIY をします。する。さあ、これでほら、葉っぱの傘作れる。アクセサリー。なるほど、これが増えたんやね。あとはもう特に何も。葉っぱの傘。作ります。作っちゃう。これで見た目がちょっと変わるね。葉っぱの傘ができた。他にここでできることは？アイナさん、どうもどうも。何か僕に相談だなも？何でも気軽に聞いてちょうだい。何をすればいい？そうだなもね。この島は自然が溢れてるから。きっと虫や魚なんかもいっぱいいると思うだなも。虫は網で、魚は釣り竿で捕まえられるから、生物の採集を楽しんでちょうだい。そして何か捕まえられたら、ぜひ僕にも見せてほしいだなも。まあ、とりあえず、作れるものを増やすためには生き物を見せるしかないんかな。これでね、葉っぱの傘ができたけん。じゃーん、こんな感じ。めっちゃ可愛くない？やったね。やったね。超いいやん。イエーイ。回せる？ふぅ、回せる。ほら、こんな感じ。なんかちょっと葉っぱリアルやね。良きかな、良きかな。なんかまた風が強くなってきたな。さあ、ちょっとそれじゃあ、釣りをしますか。そう、海の魚はまだ釣ってないけんさ、川の魚は釣ったけど。しょぼい釣り竿。しょぼくても釣れればいいんだよ。あ、あった。あった。おった。さあ、来い。海の魚一回逃したけんね。よし。来いや。え、石じゃね？石を釣り上げた。こんなのも釣れるのか。まあまあまあ、でも石。石も大事よね。とりあえず。材料になるけんさ、DIY の。あと魚は。え？あの石だけですか？じゃあ、あっち側行こう。てか、この辺の石も拾っとこっか。ね。木の枝だけじゃなくて、石も大事。さあ、こっち側。貝とかも使えるんかな、DIY。お、結構大きめ。これは来たね。あれ？さあ、来い。マグロとかかな？しょぼい釣り竿で釣れるかな？来いよ、来いよ。え、来ないんすか？はい、来たー。これ糸切れたりとかするんかな？お、タイやん。これは。タイを釣り上げた。こりゃめでたい。やった。タイやタイ。なんか一匹ずつしかおらんな。まあ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 。私に行きましょうかね。じゃあこれを。よいしょー。はい。これをどうぞ。アイナさん、どうもどうも。何か僕に相談だなも？何でも気軽に聞いてちょうだい。生き物見つけたよ。お、また新種の生き物が見つかったのかな？よかったら見せてほしいだなもん。ってことで、タイだよ、タイ。結構すごくない？はい。どうぞ。おー、これは特徴からするとタイかな？アイナさん、これも例の博物館長に調べてもらうために送らせてもらってもいいだなもん。オッケー。ありがったなもん。じゃあ、このタイは責任を持ってお預かりするだなもん。ちなみに今回も、ちゃんとお礼を用意してあるだなもん。これはもう生き物の数分あるってことかな？それは赤いヒヤシンスの球根だなもん。うちで使ってる商品のサンプルなんだもん。地面に植えて何日か経てば綺麗なお花が咲くからね。これでお花を増やしていけるってこと。とりあえずそれってみて気に入ったら買いに来ちょうだい。それじゃ、調査用の生き物もまだまだ募集してるから、引き続きご協力よろしくだもん。でもあれをね、スコップが必要になるよね、きっと。まだ石何にも足りんかな。作れそうなものがない。なんか葉っぱだけで作れそうなものとかない？アイテム。木の枝が足りない。硬い木材？それは斧が必要ってことよね、きっと。斧はどれで作れる？あ、そっか、斧これか。あ、木がいるんか。木の枝があと3本いる。くっそ、しょぼい網は？あと3本いる。いろいろとダメだな。いろいろとダメだな。これ何？あ、そうそう。そのコンテナのことをちょっとだけ説明しておくだらもん。それは住民の皆さんのためのリサイクルボックスなんだもん。建物を建てるときに撤去されたものや、不用品などをここに集めてあるだろうもん。欲しいものがあれば自由に持ち帰ってもらっていいだろうもん。中がいっぱいになったら古いものは処分しちゃうから、必要なものは早めに持ってってちょうだいね。こういうところにあるんやないん。段ボール。ほう。何かしら今後 DIY に使えないかな。ちょっとわからんけど。この辺のものとか調べれんねやね。一応じゃあとりあえず、買い取って。買い取りでございますね。では、お入れいただけるものをお見せくださいませ。ってことで、土壌を。土壌とか、まあ、貝とかは売っといても大丈夫かな。多分。これでいくらになる？いろいろお持ちくださったんですね。では計算しますと。はい。では合計、結構なる。では合計2140ベルでのお買い取りでいかがでしょうか？なんか良くないめっちゃ。へい、売ります。へい。ありがとうございました。またいつでもお気軽にご利用くださいませ。思ったよりもなんか良心的やね。お。たぬきマイレージが。どれどこ？ん？魚博士になろう？ん？違うな。どれや。あ、これか。不用品買い取ります。物を溜め込むと荷物がすぐ溢れちゃうから、不用品は売ってすっきり暮らしてほしいだらも。溜め込みがちな人のお片付けを応援するため、初めて買い取りサービス利用でマイルをプレゼント。300マイルゲット、肩書きゲット、金欠の予備軍。金欠の予備軍嫌だな、なんか。あ、でももうあっという間に1100マイル。あと、4900？ あ、違う。違う。あと、3900か。すごいやん。あっという間やね。あっという間ではないか。わからんけど。なんかそんな感じ。あ、待って、商品が見たかった。ちょいと待ってくださいまし。商品を見せて。ってことで、ちょっと私は、テントの周りとかも飾りたいし、商品を見せてください。いくらするんやろ？たけえな。たけえな。ウォータージャグ買っていこっか。ウォータージャグは1400ベルでございます。買っちゃいます。毎度ありがとうございます。1400ベル間違いなく頂戴しました。あ、ドラム缶も買えるやん。他にも何かご入り用のものはございませんか？じゃあドラム缶も買ってく。ドラム缶は650ベルでございます。買っちゃいます。毎度ありがとうございます。650ベル間違いなく頂戴しました。他にも何かご利用のものはございませんか？いや、もう大丈夫。90ベルしかないし。ありがとうございました。また何かございましたらお気軽にお声掛けくださいませ。ってことでドラム缶は外に置いて、あ、たぬきマイレージが。さあ、ということで、どうしよう、ドラム缶とか、ここにも置けるんかな？ドラム缶。置ける？広場には物置けんのや。なるほど。広場も飾れたらいいのにね。そういうのは無理なのか。なるほど。ってことで、まあ、この辺に、ドラム缶置いといて、ポン。なんとなく。なんとなく。段ボール。なんか座る用の段ボール的な感じで。ちょ、待って、もうちょっとなんか。は。あれ、もうちょっと。ほ。よし、これで。まあなんか、パッと見、座る感じに。ウォータージャグは中に置こう。なんかテーブルとかも欲しいね。この辺にウォータージャグを置きます。思ったよりでかかった？いや、位置がちょっとか。まあいいや。これ出るんかな？いや、別に出ない。特に出ない。たぬきマイレージ。多分これ買い物の、お買い求めありがとうございます。記念すべき島での初めてのお買い物をタヌキ開発からもお祝いさせてもらうだもん。初回の特典としてマイルを送るからぜひ受け取ってほしいだろもん。マイルゲット。肩書きゲット。1人前の消費者。タヌキマイル300マイル。イエーイ。良きかな、良きかな。もうちょっと綺麗な感じにしていきたいけど。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、まあ、一日でできることはそんなに多くはないんかな。まあ、特に夜やけんかな。昼間とかやったら、訪問者とかもおるんやろうか。いろいろと。